だから当時のベルディの一番最初の監督、はい、あの仕事が世界で一番難しい説明できないんだよ、はい、さどうすんのよ、いい時はどういったらいいと思う、いいですね、そうだよそれでいいんだ、20年かけて俺は答えを見つけたのがそれ、僕が言うサラリーマン化っていうのはそこにもあるし、同じようなサッカーやるチームが多いんだよね、うん、俺がやりたいっていう選手がやっぱり少ないんだと、俺がいたらもうそんな取らせなかったのにねワールドカップに出場できる可能性が高くなったのがやっぱり枠のところって大きいんだよな、監督の話を聞きたいんですよ。あ、監督ね、多分松木さんが監督ってやってたのって今の子たちはあんま分かんないじゃないですか、もう知らない、解説者っていう感じじゃないですか、だって大久保選手でギリギリ、あ、そうですね、ギリですね、ギリだよね、ギリギリ、もうあの重なってるぐらい、そうですね、でもあのメンツですよ、あ、ね、今いたら多分あのメンバー監督ダウン使いにくくて全員出されると思うんですよ、だから今の時代だから誰もやる人いなかったんだよねでもそうですよね、嫌ですよね、いやだからね、俺は今考えるけど若かったんだよね、プレッシャーはなかったですか、いやプレッシャーだらけよ、ああそうなんですね、そりゃプレッシャーだらけ、こいつらまとめてやるとか、でも俺の気持ちにはほら本当は断りたかったんだよ、だって自分の生き方としてコーチ、あの選手やって、はいはい、コーチやって監督やったらもうそのクラブでそれ以上はないから、はい、俺の信念というか、まあ、ポリシーとしてはそこでうまくいかなかったらもう辞めるしかないと思ってた、まあ、辞める覚悟でやらなきゃいけないと思ってたんだよね当時はね、はいはいはい、だから本当はやりたくなかった、でもまあやらざるを得ない感じにもなってったし、あ、まあ、自分も若さもあったから、じゃあもうだって当時10人にどうですかって聞いたら10人が全員辞めた方がいいってだからね俺の人生なんかそんな感じなのよ、いやでも面白い、だからねそこで腹くくったからもうそうやって生きていくしかねえなっていうのはあったよ、ね、でもやってどうでした、いや大変大変ですか、やっぱり大変、みんな言うことを聞かないですか、いや聞く聞かないもちゃんとその方向で行く、そのチーム作りはするのよ、はいはいはい、だけどやっぱりさなかなか勝てない時もあるしさ、あ、勝てない時って、うん、やっぱいい選手いっぱいいたじゃないですか、うん、だからみんなこう我が強い、自分がやりたいサッカーがある、まあ、我が強いってもね一番プロっぽいチームだったよ、あ、でもそれなぜかって言ったらさ、大久保選手みたいな選手ばっかりだから、そうですよね、俺を使って勝って俺がなんかね、うん、こうヒーローになってっていう選手が多かったから、いやそうですよね、逆にやりいいのよ、そっか、だってやる気のないやついないんだから、あーですね、俺が一番だって思ってますね、そう思ってるんだから、なもう全然扱いにくい選手いなかったですか、扱いにくい選手だらけだよ、うん、だけどもうしょうがない仕事だからそうですね、そうでしょ、うん、でもいろんな意味で、まあ、カズにも助けてもらったし、まあ、ラモスもね、いろんな意味でそのチームの部分で助けてもらったし、まあ、柱谷選手もそうだし、まあ、若い津波もそうだし、出てる選手も出てない選手、北沢もそう、もうみんなそうだよね、だからそうやって考えるとチーム全体が本当にね、自分が出て活躍したい、自分がこのチームを良くしたいって思う選手がいっぱいいたから、だから強かったの、それがまあそういう選手がいっぱいいたからこう初代こうチャンピオンになれたっていう、しかも俺の若さもそういった部分ではやっぱりそこに助けられたし、でチームのそのフロントも本当に勝つためにみんな頑張ったから、だからなんだろう、本当すべてが協力し合って勝ち取った勝利だから強かったなと思う、クラブチームとしては強かったな、やっぱ優勝した時嬉しかったですか、いやー嬉しいのと同時にもう重荷がもうやっと解けたっていうか、うん、だから選手は優勝してその1年間というのはチャンピオンだから楽しくてしょうがないけど、監督コーチというのはもうそこでもう区切りをつけて次のことにやっぱり仕事を入っていかなきゃいけないから、
そういう辛さっていうのはやっぱあるよね。監督ってやっぱりどっかでも、もう監督になったらどっかでも辞めるしかないじゃないですか。うん、なんか優勝してもすぐ切り替えて、うん、なんか嫌ですよね。それが仕事なんだよね。結局ね、前の年優勝してもどっかで調子悪い方がこうもう辞めさせられる。そう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 。難しいなと思って。いやもうしょうがない。それはだから覚悟するんだ。でもそういう監督。でもさ、今や監督はさ、いろいろ仕事があるじゃない。こっちのチームからあっちの、俺の時はないからさ。そっか。だからそれなりにやっぱりここで勝負しよう。ね、腹くくれたっていうか。腹くくるしかないし、もう何侍的な。ほう。うん。監督がそれっていいですね。でまたそのそういう時代なんだよね。俺が監督やった時代は。だからまあ10人に聞いたら。やめときなさいってそこがいいんだね、うん、そこが今考えるとさ、やっぱ若さってすごいなって。だから若い人には僕はどんどんチャレンジするように、でしかも自分で決めたことだから、うんうんうん、これはもうしょうがないな、うん、いや松木さんがこう思う監督にこの必要なことって何ですか。やっぱり何でも新しいものを取り入れる力だね。で俺は監督っていうか、まあ、コーチになった時に一番その理想としたいのは、その先入観を持たない。先入観を持たない。先入観って持つじゃん。そうですね、あいつここでさ、いやもうみんなそれが入りますもんね。入るじゃない、はい、だからこの先入観ってのはもう人間だから絶対しょうがないんだけど、この先入観がなくなってコーチの仕事ができたとしたら、これはいいコーチになるだろうな。だザッケローニ監督が初めて日本に来た2011年でさ、はい、あの時はまだ大久保選手はまだその代表には呼ばれてない時代だけども、監督就任してすぐアジア大会があってさ、アジアカップがあってさ、全然知らない選手ばっかり集めるのにさ、結構そのうまく集めてさ戦った。今活躍してるまあ長友選手とか吉田選手なんかまだ若い頃ね、まだ無名な頃だね。そういう選手を集めてさ、その采配を振るったんだけどさ、もう全く先入観なくさ、選手たちを使って成功したんだよね、あの大会は。そっか、先入観がある。やっぱ日本の監督だと先入観ありますからね、もうね。あいつさ、ここでさってあるじゃん。ありますよね。だからそれが結構なんかマイナス分を持つんだって俺は思うわけ。確かに、うん、それちょっと考えたことなかったですね。それまっさらにできたら逆に選手たちにも言えるよね。もう昨日ダメでも今日ちゃんとやってくれたら、そうか、俺は評価するよ。だからそれぐらいもうなんだろう、均等の目を持てるようになりたいなっていうのは俺の理想としてあったけどね。持ってました監督で、かもカズさんはもうカズはこういうプレーするからとか、もう先入観あるじゃないですか。あるラモスはすごく苦しいとか、うん、いやでもさ、一時期あのカズをずっと使ってて、マスコミからなんで使うんですか、点取れないのに、点取ってない時期があった、はいはいはい、何試合も冗談じゃないって、点以外に活躍してる選手じゃないかと。おそしたら必要な選手じゃない、それは。それだから23人選んでる選手の中でも同じことが言えるよね、はいはい、試合に出てなくてもこの選手がなんでベンチなんだって言ったら、絶対このチームには必要だから置くわけじゃん。あ そうでしょ、はい、だから別に点を取る仕事の選手が取らなくてもしょうがない時があるよね。確かにね。あれただこれが外国人選手枠で使ってるとしたら、それはもっと厳しくなるよ。ああ、そっか。そうでしょ。そうですね。チームとして外国人枠の選手として使って得点ができない場合は、それはやっぱり厳しい判断になるよね。でもそれで試合出てない人でも、いやこのチームにこいつは必要なんだって、でも試合出てないわけじゃないですか、うん、あれって監督こう言われた時に なんていうかな、本当にそれ思ってんのってこう思う時あるじゃん、選手からしたら。ああ、自分を本当に使う気があるのか。そう、あんのか。ただ聞かれたからいいように聞こえるために言ってるんじゃないかなって選手は絶対思うんですよ、うんうんうん、あれどうなんですか。いや俺はチャンスがあるっていう、あるっていう、うん、やっぱだ俺、はい、あの監督の時にアモローゾって、アモローゾ、はい、後にブラジルの代表になる選手が、あの下部組織にいて、監督いつ使ってくれんのって、いつ使ってくれんの、だってじゃあどこに使うんだよって、
みんないい選手ばっかりいるから、うん、だからチャンスはあると、うん、チャンスはあるって言ってるうちに次の年もうとんでもない金額になってブラジル帰っちゃったんだけど、うん、だから俺が使ってたらもっと高くなるしたら置けなくなっちゃうでもっと面白い話があって、そのアモローズが日本あのブラジル代表でワールドカップ行く時に俺取材に行って、はい、でブラジル代表の選手たちを一人ずつ取材にしたいわけ、はい、でその時にアモローズが入って、でアモローズが俺の顔見て監督もう俺は高くて呼べないよだってだから俺言ったよ、アモローズを使わなくても優勝できてよかったってそれぐらいやっぱりその他の選手が日本の選手が頑張ってたって、で、面白い、俺のポリシーはやっぱり J リーグができて日本の選手たちが力をつける、これがもう J リーグの大きなテーマだから、そうですね、ってことはさ、外国人の選手が活躍するんじゃなくて日本の選手が活躍してほしいというのが俺のポリシーであったんだよね。だからその当時言ってたのは、外国人選手はそのスパイス作るね、で主食になるのはやっぱり日本の選手になってほしい。で当時だからカズが MVP になったり、武田がねそのたくさん点を取って活躍したり、まあ、ラモスも日本人選手として活躍したりっていう、そういうチームだったから俺はすごく、まあ、短期だったけども幸せな時期だったなっていう。そうやって考えてる監督ってなかなかいないじゃないですか。今なんかもう外国人選手ありきみたいな感じ。そうだよね。でしょ、まあ、勝とうと思えばさ、そうですよね、やっぱ点取りは欲しいやね、ね、取ってきて、うん、そうやって日本人が主食ってこう、うん、言ってくれる監督だったらいいですよ。だからもう当時大久保選手なんか来てくれたら、ね、俺なんかもっと楽だったのになと思うんだ。でも多分僕が言ったら相当静かな方でしたね。あ、多分ね、はい、いやでも静かにならなくてもちゃんと自分をアピールできるような そのチームの雰囲気だったから、だからサッカーとしてはサッカーのチームとしてはいいんじゃないかな。だから先輩後輩は普段は先輩後輩だけど、ゲームに入ったらもう関係ない。だって大久保選手もそうでしょ。確かに、ね、そうでしたね。そうでしょ、それはだって別に OK だから。そうですね、うん、それはお互い OK だと思ってるチームだから、うん、やっぱそういうチームが強い、うん、ちょっと、いや、いい話。でも監督今やってなくて解説者に行ったじゃないですか。松木さんの解説で行けーとかうおーとか言うじゃないですか、うん、いやあれ結構好きなんですよ、やっぱみんな子供たちとかは。嬉しいね本当に。俺もね何十年もね解説の仕事やってんだけど、一番最初やったのがだから自分が監督辞めて次の年ぐらいから J リーグの解説から始まってるわけね、はいはい、俺。その時から行けとかそういうのじゃないですよね。最初はね僕は NHK の解説者、はい、NHK、 NHK の解説者から、はい、いろんな局を経て、はいはい、まあ、今テレビ朝日の、はい、だからこう段階がある。そうですね、うん、で NHK の頃はやっぱりすごく勉強になったね。当時はねその解説者として、だから最初にやった頃っていうのは本当にまだサッカーをご存じない方が見る可能性がある、うん、はい、ありますね、はい、だから本当に一歩ずつそのサッカーを理解してもらって分かりやすく見てもらったらいいなっていうところからやっぱり入り口入ってるんだね、うん、どの辺から行けとか。これはね俺はね、はい、20年ぐらいねこの解説の仕事をやって、はい、見つけたんだよ。おこれしかないんだよやり方は。いやでもすごいと思いますよ。それどのタイミングでそれ見つけたんですか。これはね、はい、いろんなこと考えた、はい、いろんなこと言いたいこともある、はい、そうですね。だけどさサッカーってもうすぐパッ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 って変わるじゃん、はい、野球みたいにさピッチャー交代とかさ、はい、投げてる間の時間がないから、はい、もうその場でしかないんだよ、はい、時間がないんだよ。そうですね、そうですね、説明できないんだよ。で、はい、そしたらどうすんのよ。確かに、うん、それで行けとか。違う違う、いい時はどう言ったらいいと思う、はい、プレーがいいプレーした時、うん、簡単に一言で言うな。いいですね。お、そうだよそれでいいんだ。えそうですね。で、ダメな時は。いやちょっとダメですね。あ、そうそうそういやでいいんじゃない。いやそれでいいんだよと思ったの。だから本当に時間があるときは喋りたい、喋る、はいはい、でも時間が動いてるときは、だって
画面に映ってるところをみんな見てるから、 そうですね、いやそれとちょっと反したことを言ったらやっぱりこうリンクしないよね。確かに。でも本当にそれあれがスッて入ってきて、うん、一緒にこのテレビの前でこう見てる人はちょっと同じ気持ちで解説やってるから、いやあれも葛藤があるんだよ、もっと喋りたいことあるんだけど、はい、それを抑えて俺はあれをやってる。いやもうさすがです。それはだからもう競技特性に合わせてんだ。合わせた、エンターテイメントだから。そうですね、そう確かに。だから今大谷翔平が打つと、はい、翔平すごいとか言うじゃない、はい、言いますね。あれでいいんだもんですね。でもそう思うわ。でも周りからこう言われたりしないですか。だからさ言う人もいるじゃないですか。うん、だけどこれから監督とかコーチになりたい人は、はい、やっぱり自分の勉強したところを言いたいのよ。それをやっぱりこうね乗り越えてきたのね俺は。あそういうことですね。やっぱ強いですね、うん、強いですわそれは。いやだから20年かけて俺は答えを見つけたのがそれ。そうやっぱでもそれぐらいかかるんですね。かかるね、かかるね。難しいってことなんです、うん、だってもう入ってないですか。あちょっと飲んじゃったな美味しいから盛り上がってきたね。美味しいから飲んじゃったよね。悪いね、大久保さんに継いでもらうなんてのはもう本当にね。すいません、ありがとうございます。 OK。 やっぱ監督の話ってやっぱあれです、結構みんながされます。あーまあね、いろいろする人もいるし。そうだよね。でも俺やっぱり監督ってその経験値によってやっぱどん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 変わっていくと思うんだよね。で今はすごく分担化、まあ、代表チームの監督が一番俺はやりやすいと思う。だってあれだけいっぱいスタッフがいるんだもん。そうですね、で分析もしてくれる、いろんな部分の情報も入る。そういった意味ではすごく監督としてはやりがいのある、やりやすい環境でできるのが代表の監督だと思う。だから当時のヴェルディの一番最初の監督、はい、あの仕事が世界で一番難しい。いやでも絶対そう思う。相当難しいと思います。今の監督たちはできないと思う。あのメンバー。そうそう。だから監督さんやってて、まあ誰とは言わないけども、結構体を壊してる監督さんいっぱいいるからね。ですね。やっぱメンタルもやられるじゃないですか。うん、だからやっぱこういろんな意味でその強くなきゃダメだし、自分のそのポリシーっていうものもちゃんと持ってないと。なかなか難しい仕事だと思うよね。そうですね、うん、覚悟も必要だし、ね、今のこの選手どう思います。昔でやっぱり作られてちょっと違うじゃないですか。まあ上手いさもあるし、まあ、上手さはあるけど、ね、ただ J リーグがもう30何年、30年、はい、30年です、うん、となるとすごくこう感じるのはこれだけチーム数も増えて環境も良くなってるから、なんかちょっとプロなんだけどもサラリーマン化する、うん、まあ、ここにいればなんとか安泰でいいんじゃないかなっていう選手も実は何人か出てくる可能性もあるんじゃないかな。誰とは俺は分からないけど、でもそういう可能性はちょっと見えるな。確かにね、うん、だから大久保選手みたいな選手時代のもうガツガツしてる、オーライツだってなんつってね、俺大好きだからさ、そういうタイプの選手がやっぱりもっともっと増えてほしいなって。欲しいですよね、うん、でその中でもその選手もそうですけど、監督、あの今の監督たちに対してはどう思います。やっぱ、ね、まあ、だから選手同様だよね。だからその成功云々というよりもむしろ職場を転々とするっていうかね、そういう可能性がある。確かに、でも俺が一番きつかったぞと思いますよね。いやだからあの監督をやってみると分かるよ、ね、でもそれも松木さんしか分からんからなんとも言えないけど、だからすごくなんだろう、自分で選んで確かに大変だしいろんな人にも助けてもらったけども、やっぱり自分で選んで覚悟を決めたあの時若さもあったけども、うん、決して自分にとってはそのマイナスじゃなかったなっていう、まあ、宝物になってるよね。で今あんなら監督やれって言われたらどうします？やりたいね。あ、やりたいんですか？やっぱコーチで来ない？いやー面白そうですね。こういうコーチがやっぱ絶対必要だよね。いやでもマジでちょっと見てみたい松木さんの。俺はね今監督やったらやっぱりすごく分担制にするね。これだけ難しい世の中になってきたし、いろんな意味でもう
チーム作りってのは難しくなってるから、いい意味こういろんな分担性、例えば攻めの、だから今の代表もだってセットプレートがあるじゃない、確かに、だからデザインするコーチもいるわけだから、はいはい、だからやっぱそういう時代になってきてる。そうですね、やっぱストライカーコーチもそうだし、そうそう、ディフェンスもそうだし、うだから俺ね10年ぐらい前2008年ぐらいの時にもう一回やっぱり監督コーチの仕事をしたくて、なかなかオファーがないから、もう一回勉強するかなと思って、自分で自腹切ってブラジルの日本でいう 初期の、はい、あの C 級とか B 級そのコースが10日間あった、はいはい、でそのコースを俺お金払って行ってきた一人で、そしたら講師に来てんのが、はい、あのズイコの兄弟だったり、はい、エドゥだったり、はい、俺がよく知ってる、はい、エドゥ、はい、なんでお前ここにいるんだって言ったり、まあ、当時 の、 その、まあ、今は亡くなっちゃったけどもカルロス・アルベルトっていう、あ1970年のワールドカップで、メキシコ大会で優勝したペレなんかが、あのリベリーノとか、トスタウンとかいたところ の、うん、そのキャプテンで右のサイドバックをやってた、で息子さんがあの名古屋で名古屋グランパスで、うん、あのプレーをしてた息子さんを持ってるんだけど、そうなんですか、うん、その彼なんかもその講師としてきて、だからちょうど70年のワールドカップの決勝で4点目をドーンって右サイドから叩き込んだ選手なんだけども、その選手のいろんな話とか聞いて俺すごい勉強になって、でブラジルの人が言うのよ、こうやって我々はデータもちゃんと作る、もういろんな意味でいろんなデータをこう収集して、それ使う使わない別としてちゃんと全部やると、だからテクノロジーは全て用意してる、だけどその監督が決めるんだけど、ブラジルのね代表監督でもそのテクノロジーは全て日本製だと、なぜ日本は弱いんだって言われてあそうかと、だからテクノロジーだけじゃダメだっていうのはやっぱ感覚もあるし、だからそういうことを話聞くとすごく勉強になってる、ね、そうですね、でもすごいですね、やっぱ勉強するっていう力、何に対しても、いやだからさ、やっぱそれが大事なんですよね、うん、でも結局、ね、ほらオファーもないしさ、そういう、はい、なかなかねないけども、いややっぱり自分のその肥やしとしてはさ、うん、その栄養としてはやっぱり取りたいなと思うんですよ ね、でもやることはやって、うん、だそうやって考えると今すごい分担性がもしチームを任されたら、うん、それが一番いいだろうな、絶対そうですねと思うんだな、なかなかやってるとこも今ないし、うん、まだね、多分ここから増えていくでしょうけど、そうだね、だからこれからはそういう仕事の内容も、まあルールも変わりゃ、戦略も変わるし戦術も変わるし、やり方も変わるし、だから時代も変わってくるから、ね、でも最後にほんなら、あの今の日本代表はこうどう思います、どうですか先輩としては。いやちょっとこうな、似たようなこう選手が多いですよね、ちょっと迫力、前での迫力がないかな、なるほどね、そこをちょっと増やしてほしいなっていうのは僕は思うんですけど、全く同感だね、その同じようなタイプが欲しあの多いっていうのは、あの J リーグ見てもそうなんです、そうですね、同じようなサッカーやるチームが多いんだよね、だからやっぱりそのちょっと面白くなくなってくるっていうか、僕が言うサラリーマン化っていうのはそこにもあるし、なんか同じようなことを同じようなやり方で勉強してきたコーチや監督がその手法でやってる、うん、それはいい選手がいる方が勝つわ、確かに、ああそれはそう、だからじゃあ神戸はどうなのって話になるじゃない、はいはい、今神戸はすごく苦しいんだよ、ね、はい、そこはやっぱりその意思の疎通っていうかさ、うん、俺がやりたいっていう選手がやっぱり少ないんだと思う、確かに少ないんだと思う、で俺がやりたいっていう選手は外に出ていっちゃうんだよ、ね、と思うんだね、だからその辺は感じるよ、だからもう今大久保さんがおっしゃったように、今すごく日本のサッカーって技術もその評価も上がってきたけど、やっぱり同じようなタイプが多い、でヨーロッパでプレーしてる選手はすごくいい選手多いんだけど、代表に帰ってくるとそこまでよく見えないっていう、ってことは向こうのヨーロッパには汗かき屋とか他にも体力のでかい体をした
いろんなタイプの選手が周りにいるから、そこで生かされる、うん、日本の選手のいいところを生かされる、そうですね、そういう部分もあると俺は思うわけね、うん、いや確かにそう思いますよ。さすがやっぱ見てるとこは違いますね。いやっていうか俺嬉しいよだって現場で引退をして間もない選手と同じような感覚で見れるって、だから同じこの選手を見ていい選手って、うん、この意見があったり、まあ ね、まあ、それだけ勉強してるからですよ。うう違う違う違う、それがすごく俺は嬉しいわけ、この現役から離れてまだ間もない選手がね。 それがやっぱさ、こう感覚としては大事じゃん。確かに本当に大事です、ね、そうだよね、はい、なんか酒が進むよな、ね、うまい酒だし、はい、そうですね、酒も美味しいほんと。でもまあ行くところでね、うん、いろいろちょっと本当に聞けなかったことを聞けた、ちょっと嬉しかった。いやっていうか楽しかった。悪いね、あちこち行っちゃって。いやもうあちこち行くのも全部楽しかったから。あ本当？なんかすごい新鮮で。よかったよかった。いや嬉しかったですね。いや俺も嬉しいよ、だってもうあれで現役でバリバリ、だって J リーグで一番点取ってる人なんでしょ。そうですね、一番点取りましたね。失礼だ、俺がいたらもうそんな取らせなかったのにね現役時代ね。よかったと、うんうん、いうことでね、まだまだこう大人磨きこう続きますので、はいはい、第2部もよろしくお願いします。よろしくお願いします。